来るか来るか来るか来たーはい、こんにちは。フィギュア大好きといかんです。ついにですね、僕のチャンネルも登録者が1万人を超えました。ありがとうございます。サンキューベルマッチ、カムサハムニダー、シェシェ、オブリガード、グラシアス、グラッチェ、ダンケ、メルシー、スパシーバ。本当にね、皆さんありがとうございました。いや、ついにですね、1万人ですよ。いやー、まあなんていうか感無量でございます。ただね、登録者が増えるのももちろん嬉しいんですけれども、それと同時にね、再生数が伸びてることもね、嬉しいよね。結構一晩でね、再生数が1000とか2000とか超える動画が増えてきてね、これ本当に嬉しいです。ありがとうございます。あとね、コメント、毎日誰かしらコメントしてくれてね、本当にありがとうございます。僕もね、返信が遅かったり、あまり気の利いた返事ができてなかったりと、本当にね、塩対応で申し訳ないんだけど、それでも毎回コメントをいただけてね、そこは本当にありがたいと思っています。やっぱりその動画に対してね、反応があるというのは嬉しいものなんだよね。それとね、これは以前にも言ったことなんですが、まあ皆さん紳士的でね、もう本当気を使っていただいたりで、とてもね、助かっています。まあ僕の動画の内容もね、パンツだ、お尻だ、おっぱいだとまあ下品なところも多々あるんでね、その批判的なコメントもあるかと思ってたんですけれども、もうね、そこら辺ほとんどないです。皆さん本当にね、優しい、本当に優しい、そんなね、優しいコメントをいただけ続けたからこそ、まあここまでやってこれたと思うんだよね。で、これからも続けていけるぞと、本当にね、この動画配信を始めて、そして続けてこられて本当に良かったと思っています。で、今回ね、記念に何かネタ的なフィギュアを撮ろうかと思ってたんですけども、すみません、ネタにする予定のフィギュアが手に入らなかったのと、積んでるフィギュアもね、ちょっと今多いのでね、そっちをね、先に優先して撮ろうかなと。なので今回はね、ワンフェスの模様を流しております。またね、今後もね、年に4回あるイベントに行って、で、秋葉にもちょこちょこ行ってフィギュア撮影を続けていければと。それとね、開封レビュー動画に最近ちょっと時間がかかってるってところではあるんだけど、まあそちらの方もね、続けていけたらなと思っております。ではでは、本当にね、1万人の方々ありがとうございました。それとね、今後も変わらずトイカンチャンネルを応援していただければと思っております。フィギュア大好きトイカンでした。またねー。